ちゃこんにちは、はい、豊さん、はい、藤波投手を救いましょう。いやー、救えない。いやー、やめてくれ、その話は。どうして豊さんに預けていいですか。いやー、ちょっと辛いな。いや、だ環境が変われば藤波投手また輝きを取り戻すんじゃないかってずっと言われていてのメジャーに行ってのちょっと今の成績、まあ、最新だと28日現地時間行われたレッズ戦でリリーフ登板したものの、また3連続四球1回2失点で降板、防御率 13.00。 もう大変な炎上してるらしいよ。あのデッドボールというか、あの、まあ、やっぱすっぽ抜けちゃう球もあったりとか、乱闘になりかねえよな、はい、あれはちょっと大丈夫かなという。いや、大丈夫じゃないよ、全然ですよね。辛いよ。でさ、日本の場合だったらさ、はい、あー、ごめんごめんとかさ、 LINE ですいませんでしたって送れるけど、うん、向こうわけわかんないからさ、お前。いや、そうですよ。だから分かんないよ。分からないし、あれをやると報復っていうことにもなりかねないです。可能性、まあ報復っていうのはないかも分かんないけど、はい、だけど遺恨にはなるよね、うん、なんかね、わざとやってんのかこいつみたいな。いや、本当そのぐらい毎回危ないというか、そうだね、ものすごい抜け方してるボールもあるので、うん、ボールに力はあっても、はい、やっぱコントロールがない、もう自滅だとさ、はい、やっぱちょっと話にならないんだよね。そうですよね、うん、それでさ、はい、なんていうの、こういうニュースの写真とかさ、はい、あるけど、はい、藤波が投げてるのこうやって横で、手も横なんだよね。そうですね。ね、押したらどっから投げると思う、自然に考えたら。サイドスローだよな、はい、俺サイドスローにしちゃったらどうなんだっていう。あ、だってこんなホームでさ、こんなホームで投げようとしてて、確かに普通オーバースローだったらこんな感じで腕上がってくるのに、ここにあるんだよまだ。確かにそうですよね。そうでしょ。あ、それがなんか一つの、あのコントロールの、いや、もうパッと見た瞬間に、はい、あ、この子はサイドスローなのかと思うよね。あの写真見たら、え、こっから上から投げるのかみたいな、そんな無駄なことするみたいな。そうですね。いや、上から投げるんだったら上から投げるフォームを、うん、やっぱしっかり勉強しなきゃいけないし、うん、このままだとサイドで投げたらまとまるんじゃないかなっていうのは、もう開き直ってね。そうですよね、うん、ボールに力を伝えることっていうのは多分抜けたりとかするけど、うん、すごく持ってる子だから、うん、だから横から投げてもいいのかなっていうような気はするよ。確かにこのフォームだけ見るとそっちの方が、だって素人の森口が見たって、え、これは上から投げないよねってこれからって想像できるぐらいでしょ、うん、はい、だからそれをやっぱこう自然に考えると横にしちゃった方がいいのかなって思わない。思います。思うでしょ、うん、その方が無駄な動きなくここからスムーズに出ていくんじゃないかなって。そうだよね、はい、だからまあここまで悪いとさ、何か劇的な劇薬を持って変えないと、うん、やっぱ今後やっぱ苦しむと思うんだよね、もっと。そうですね、でもっと苦しむし帰ってくるようになるよね。で帰ってきてこの成績だとどの球団も取ろうとはしないよ。いや、豊さん、あるんです、その球団が。とか、はい、原監督が、うん、救いたいじゃん、拾いたい。どうするの。拾ってうちにおいでと、うん、でどうする。ピッチャーとして、ジャイアンツのピッチャーとしてっていう。なるほど。かねてから、あの阪神にいた時から原監督がぜひ一度うちに預けてほしい。まあ確かにね、魅力はないピッチャーではないよ、はい、ただ俺ね、大勢みたいに なれるんじゃないかなっていうような気がするんだよ。そのこうやって構えた瞬間に、うん、サイドから、うん、サイドから、はい、別に上から投げようが、うん、横から投げようが、下から投げようが、うん、勝てばいいわけだろ、はい、で自分が納得すればいいわけだろ、うん、まあ、そしたら俺はサイドからそういう風にした方がいいような気はするけどね。そのアメリカってあんまりそのコーチングとかってコーチはしてくれないん、ね、もうね、しないんだよ。彼の人生を俺背負うことはできないっていうタイプだから、みんな。あ、そうなんですね、うん、だから精神的なアドバイスだとかそういうことはするけど、劇的に直すなんていうのはありえないことだ、はい、もう自分でやるしかないってことだね。だって投げてダメになってゼロになったら、俺そんな彼の人生背負えないよっていうのが、うん、アメリカの教え方だから。もっと厳しい状況に今いるってことですか。いや、だからその劇的に劇薬を持って変えるんだったら俺サイド、はい、ただ教えるピッチングコーチがいないよね。いないんですよ。だってそんな投げ方するのはもうほんと数名しかいないから、はい、もうそれだったら日本に帰ってきて教わった方がいい。
そう、そう、もうそういうことになりますよね。いや、そう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 、だからもう帰ってこい。いや、ちょっとまだ、まあ、契約はある。まだ5月なんですけど、あ、まあ、でも原監督は実は、まあ、あの記事によると、その去年ポスティングにかかる時から、まあ、模索をしていたと。藤浪選手がうちに来るこういうルートはないかということで模索はしてたらしいんですよね、原監督。どうするのかね。どうするでしょうね。いやいや、うん、まあそれは魅力がなくはないけどさ、はい、そこでどうするのかなっていう。ただ今巨人もピッチャー事情ってやっぱり苦しいものを持ってるので、まあ、そんなに楽ではないけど、はい、ただ横川が勝ったりだとか、まあ、田中ね、はい、もう良かったり直江、はい、まあ、こういうのはちゃんとしたしっかりしたピッチングもできてるけど、山崎よりが1試合良かったら、はい、次の日は炎上するとかさ、はい、まあ、そういうことで、まあ、良くはないけども、はい、ただ着実に来てるピッチャーも中にはいるよね、はい、ただ俺は着実に来てるのはみんな上からやっぱ投げ下ろすピッチャーなんだよ。そうですね、うん、藤浪みたいな本当に上から本当に投げ下ろしてこのブレをなくすか、真上から投げて、うん、こんな横にやったらもう引退だよ、もうやめた方がいい、まあ、まあそうでなっちゃいますよね、まあ、ただ中途半端な、こんなスリークォーターから投げるから抜けたりだとか、この横の変化が、横のブレが出てくるでしょ、はい、だ真上から本当に投げ下ろすようなそんなピッチャーだったらそんなね横ブレはしないはずなんだよ。上の方がいいか、俺横の方がいいんじゃないかって言ったじゃん。横たらもっと上から大変なことになるよな。向こう側に行っちゃうのかもしれないです、ね、だからなんて言うんだろう、真上から投げるあれなのか、でもホームがもうこうやってこうなったら、うん、もう上げてる時間にもう体いっちゃってるから抜けちゃうんだよ。あ、もうそれだったら横で大勢みたいな投げ方をもう習得するか。そうですよね、まあ、2つに1つだな、もうどっちかしか、もうでも残された道はそれしかないってなってきちゃいますからね。まあそんなに多くは残されてないよ。ですよね。今まで散々いろんなことを試したりだとか、はい、いろんなことしてきたんだろうから、でもやっぱやってないことは何かっていうのは探すべきだよね。だから本当に真上からこう下ろすようなピッチングをしてないのか、それともサイドっていうのは挑戦したことないのか、うん、でやってないことをやっぱ挑戦してはめていくしかないというふうには思うけど、ね、そうですよね。ただアメリカにいたんじゃそういう猶予はないし、はい、マイナー行って悠長に、うん、いや僕は上から投げますよ、横から投げますなんて、いやいや、もう競争してるから、もう上がりたいやつは、上に上がりたいやつは5万といるわけだから、うん、そこでそんなやってる暇はないよ。そうです、ね、もうそれだったらもうアメリカ捨ててすいませんでしたって言って一回出直してきますって帰ってきて、うんうん、それをどっかでやった方がいい、まあ、日本でってことですよね。日本、いや、そうですよね。まだ可能性を感じてる巨人だったら、はい、それはやらしてくれるんじゃないの。なんかやっぱり巨人っていうと、例えば中田翔選手だったりオコエ選手をやっぱりこう、まあ、再生させるではないですけれども、今いい状態に持っていけてるので、ということはじゃあ藤浪投手もちょっと待って、はい、中田翔はもともと実力あるんだ、まあ、元々そうですね、そうですね、確かに、ね、いや、だから再生させてるって冗談じゃない、あいつ力持ってタイトルホルダーだから。そうでした、そうだよ、もう打点を何回取ってると思ってる、何打点上げてると思ってる、1000打点上げてるから、まあ、ね、なんかこうおいでっていうふうに言ったっていう、まあうね、はい、まあまあでも悩んでる人をね、うん、まあ、原監督が再生させるというかね、はい、波を取ってという、うん、だから藤浪の悩みっていうのはやっぱり抜け球であったりだとか、はい、まあ、フォアボールっていうことでしょ。だから本当にもう真上からもうこっからこっから極端に言えばね、そうですね、極端に言えば真上から投げるような教え方ができるかどうか、それとも横なのか、うん、横もこうやってブレるんだったら、もう真下とかもう下手投げになっちゃうんですよ。あのでかいからだって、こんな下手投げでも、まあ、でもそのぐらいしないともう残されたら、まあ、劇薬は必要だよ、うん、絶対に。結局その環境が変わっても変わらなかったっていうことになってしまえば、悪いところに変わっちゃったからね、環境が、うん、そうですね、それはやっぱ言葉は通じないしさ、ボールは滑る、こんな環境で滑れないはずがないもんね。日本のボールだって滑ってとんでもないとこ行くのに、うん、はい、雨ももっととんでもないとこ行くよな。そうですよね。ただ藤浪投手はやっぱりかねてからメジャーでやりたいっていう、まあ もちろんね、もちろん気持ちがあったんですけど、まあ、気持ちはわかるけどね、うん、ただ1、2年もう一回帰ってきて、はい、なんか形が決まって、うん、あれだけのポテンシャル持ってるピッチャーだからもう一回メジャー行けばいい。
うん、一回日本に戻ってきて契約するか別問題ですよな、この成績がネックになってな、ね、確かに、うん、ありますけどね。いやだけど俺はなんていうの、まだ可能性を秘めてるっていうふうには思いたいよね。あのいい時をみんな知ってるからですよね、あれが藤浪投手のっていう。まあそうだな、うん、だから手の角度とか投げ方だとか、うん、まあ、そういうので劇的に変える必要があるな。だから今まで持ってたものを中途半端にね、はい、こう頭のイメージの中でも残さない、完全に変えてしまうという、その方がいいと思う。そうですね、まあ、もう今までの感覚を全部なくすぐらい感覚ぐらいでやった方が俺はいいと思う。そうですよね、うん、そしてそれができるのはやっぱりメジャーとかマイナーじゃなくて日本でその劇的なフォームを、あ、まあその方がいいだろうね、うん、やっぱこういろんなことを聞くにあたっても、うん、通訳を介して聞くよりも、うん、自分の耳で聞いて自分で考えてやっぱその、まあ、新しいフォームだったら新しいフォームに持っていった方が、うん、まあ、早めちではあるよね。そうですね、今はその、ね、あの一軍で中継ぎというポジションでやってますけれども、これでまた同じような結果だとマイナー杖とかそっちの方に行っちゃいますもんね。いや、よくまだいるよ上に。そうですね、なんかまあ契約なのかどうか、契約なのか分かんないけど、うん、まあ向こうではとんでもない記事になってるからね、もう見るに耐えない。そうですよね、藤浪、うん、多分分かんないからいいか分かんないけど、いいなんか、うん、なんかね、かわいそうだよな。そう、精神までね、なんか下がらないといいなっていうふうに思いますけどもね。ちょっとでもやっぱり劇的な何かチェンジが、モデルチェンジが必要だなっていう、まあ、そうだね、まあ、その方がいいと思うけどな。そうですね、はい、はい。